バカライブで新しい馬娘が発表？あの声優さんも登場、に対するみんなの反応。生放送情報バカライブ TV ボリューム44、3.5 周年記念サマーパーティーの出走者が、決定8月23日金曜日、20時出走予定です。3.5 周年アニバーサリーキャンペーンなど 3.5 周年を記念した特別な情報盛りだくさん、お楽しみに。来たわね。これは予想できん。3.5 周年アニバーサリーキャンペーンや、次回のガチャ更新情報、ストーリーイベントなど、ゲーム最新情報を発表、さらに、新しい馬娘の発表や、8月から開催予定の、新リアルイベント馬娘プリティダービートゥインクルサークル最新情報に加え、3.5 周年を記念した特別な情報盛りだくさんでお届けします。また馬娘が増えるの？つってもまだ情報出てないタイプの新馬娘の情報なのか、次にアプリに実装される新馬娘の情報なのかはわかんなくない？この辺の表記の違いって今までどうなんだろ？確かこの表記の時はいつも、完全新規の馬娘が発表されてたはず、違かったらごめんね。合ってるから大丈夫、ただ複数形じゃないから発表は一人だろうなってぐらい。やっぱこのタイミングでどんな椎名実装か？実際期待勢多すぎて草。椎名、ステル、ザリオ、ブエナ、ドンナ、デュランダルカー、困ったな、全員欲しいぞ。新しい馬娘はステゴやろうな。ホーンゴルシと冗談ね、ホーン。よっしゃ上田さんいる、そして4面。さすがにホニャララ役はいないか。クラフトとザリオの声優がいてるから、メインストーリーの情報も来そうね。新馬娘は白馬の実装がステルならアドグル、ダンツだったら鶴丸ボーイかアドマイヤ個人だろうけど、どんなだった場合は誰になるんだろう、関係ない馬娘？それともジャスタウェイ？どっちかというとビルシーナの時な気はするけど、ジョアドビーブル？オグリが出るのかアニメか確定だな。ちょっと不安だったけど、やっぱり新馬娘発表あるか楽しみ。普通に考えたら新しい馬娘はステゴ発表して終わりだろうな。ジャスタウェイ、ついに来るのか。ゴルシ、ジェンテル、シーナと12世代芝馬たちによる包囲網、14有馬の卒業生としても来いよ。12世代はダートいないの？ダートは渡る前だけど、今回のゲスト見事に芝の3人揃ってるから。そういえば渡る前12だったな、なぜか忘れてたわ。ダートは現役長くて世代忘れがち。第2の黄金世代と呼ばれる、12世代周りで何か企画ありそうなんだよな。同世代からジャスタウェイとフェノーメノ、周りの世代から名称マンボとか来てくれねえかな。ドリジェ島の時と違って、馬娘たち、じゃないから一人だけかな？まあ今年はすでに1から3から9から5と増えてるし、この後にくるくる公演や10月の新シナリオあると考えたら、一人発表してくれるだけでもありがたいな。個人的にはエスポンの育成実装前に、バーミリアンと金引きりとサクセスブロッケンに来てほしいのよね。エスポンのライバルが後半だけっていうのはちょっと寂しい。今回ネト系の宣戦布告がないから、多分新規馬娘は一人か二人だとは思う。白馬発表組がルビミラースだから読めねえな。参加してる声優さんのキャラと関係があるキャラの可能性は高そうだな。新しい馬娘が発表されます表記で、新しい馬娘が発表されなかったことはない。新しい馬娘と明言された時は新キャラなんだっけ、ステゴ一人と見せかけて何人来るだろ？すごく新鮮味のある配信になりそうね。これなんとなくブエナな気がしてきた新規実装。あんだけステゴステゴなシナリオしてたのに、逆にドリジェは呼ばないのか。言うてもハーフだしな、3人ぐらいババッと追加して終わりでしょ。ぶっちゃけ今回ザリオ実装、アドグル発表からの9月上旬でステルだってありえるからね、もうなんでもありなんだ。正直ステゴと、白馬実装馬娘と関係のある子1、2人だけでも嬉しい。ごめん嘘、サクセスブロッケンとか欲しい。ドリジェと関係あるならブエナビスタ？わざわざ呼んでるの考えるとどんなもありえる？一応ガチャさんサポマダだからそっちもありえるけど、ステルも余裕でありうるし逆にわからん。白馬発表はルビミラとアースなので、今年の白馬も控えめかな。6月にドカッと追加したシステゴと予想、ゴルジェン揃うやんけ？ハニバに備えてとりあえず神引きできるよう祈るか。
シン・ウマ・アドマイア・グルーブで、スティル・イン・ラブ実装、これしかない。姉子はビジュアル公開されるだろうな。かわいそうな鶴丸つよし。俺は新規より、今いる馬娘の掘り下げるためのストーリーを増やしてほしい。そんなに苫小牧の新しい一面が知りたいんですね。馬娘って史実ありなんだから、新しい子増えれば同じ世代とか、近い関係の既存が掘り下げられる。お牝馬が押し寄せてくる。デジタンは焦点してる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーガチャの主役になろう。石を貯めてる場合じゃない。課金額を100倍にして、バクシーの主役になろう。ついにあれが来るのか？どれ？どれだろう、候補が多すぎてわからない。金色新馬娘が楽しみだ。ジェンビル同時実装あるんじゃないか？1周年の北ちゃんからダイヤちゃんみたいな感じで、間を置かずに来そう。こないだの、人権性能水着たる前に対する水着フラッシュみたいに、ビルシーナが性能的に外れ扱いされるのが、辛いんでやめてくれメンス。単独実装なら引きたい人だけ引けばいいけど、同時実装はどうしても荒れる。ジェンチルさん強サポカの可能性もあると思うんだよ。よもサポカでキャラ見せてから育成実装コースだし、その場合育成はシーナかスケルかどっちにしろ、水着で絞り取られて石がねえぜ。ハチャウマ合わせで、スケル実装からアドマイアグルーブ登場になる気がする。しかしねえ、これ以上馬娘を増やされては、ジュエルが足りなくなるのだから。すでに足りねえよ。ついにジェンチルさんが来るのか、このために蓄えた11万石を崩す時が来た。俺は4万まで減っちまった、でもジェンチルの3万は守り抜いた。愛ちゃんとか来たら喜ぶのだが。新馬娘に関しては、6月の発表はこの子実装だとここに絡むから、って出してる気がするんだよね。だから今回の発表に関しても10月あたりまでに実装予定で、ライバルがいないとかそういうところの層の補強じゃない？じゃあアドグルだね、自己解決。ゴルシもおるんか。メンツ的にジャスタウェイ、フェノーメノも可能性あるな。出走者からガチャ予想なんでできるか困難。ってくらいに、育成未実装馬娘のキャスト多いわね。予想するならガチャじゃなくて、クラフトとザリオからメインストーリー2部の続き来るかなくらいか？まあこないだいっぱい発表したし、そんなに目玉にしてないしで、新馬娘は2人いれば多い方かなとフラグ。まあ3人おればええ方やろな、素振り。ここ最近の情報量が多すぎて逆に何もわからない、もう予想なんかせんと、頭空っぽにして楽しみにしておきますね。今から正座して待ってる。靴下は履いておけよ。全裸ネクタイ待機。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。